エドガル・ホバニシャンは、ソビエト連邦及びアルメニアの作曲家、教育者。1930年1月14日にエレバンで生まれた。グリゴリー・エギアザリアンに支持して1953年にエレバン音楽院を卒業し、アラム・ハチャトリアンに支持して1957年にモスクワ音楽院を卒業した。1952年からソビエト連邦共産党の党員となる。 1962年から1968年まで、エレバンオペラ劇場監督。1970年から1974年まで、国立アルメニア民謡、舞踊合唱団音響監督を務めた。1956年から1973年までは、アルメニア共和国作曲家同盟副会長でもあった。1979年から1985年まで、 アルメニアテレビラジオ音響監督を務め、1986年からは、エレバン音楽院の教員、学長でもあった。政治の分野では、アルメニア共和国最高会議の第6期7期大議員を務め、人民大議員選挙では、エレバンのスパンダラン選挙区から立候補、当選している。1998年12月28日に、エレバンで死去。 バレエ音楽カンタータ合唱とオーケストラのために、アカペラ合唱のために、公共曲室内公共曲弦楽四重奏チェロと、ピアノのために、チェロ独奏のために、サクソフォーンとジャズオーケストラのために、映画音楽。ありがとうございます。